はい、こんにちは、とくリーです、えー。今日はですね、ちょっと TikTok で求人が7500人以上集まっちゃったっていう事例が、えー、っと、f o ーブ s の記事で出てましたんで、ちょっとそちらをご紹介したいと思います。まあ、TikTok 売れみたいな言葉があるんで、TikTok でバズったら物が売れるよね、みたいな。もう今、あの、こ安いものはもちろん、車とかも売れるらしいですからね。あの、 本がすごい初期の頃は売れ、まあ、最近だとあの、お、まあ、一昨年かな、5ミニがあの、TikTok がバズったおかげであの、お店の棚から消えるみたいな現象があっりたりもしてるらしいですけども、まあ、そういう面で別にさ、まあ、それは求人も増えててもおかしくないよねって話ではあるんですけど、ちょっとね、この求人が増えた話は、想像と違ったんで、ちょっとご紹介したいですね。 多分、TikTok の動画で求人が増えるみたいな話をすると、日本だと、三和交通さんでしたっけタクシー会社さんが、あの、結構いい年したおじさんが、あの、楽しそうに踊っている動画でめっちゃバズって、タクシー会社、TikTok の成功事例みたいなのが出てくるんですけど、当然あの、TikTok で7500人棒が集まったっていうと、なんかめちゃめちゃバズる動画作ったんだろうなと思って動画見に行ったんですよね。 普通の動画なんですよ。これがね、ちょまあ、普通の動画っていうのはちょっと失礼になっちゃうかもしれないんですけど、本当にあの普通に従業員の女性の方が出てきて、なんかあの文字で、多分その会社の待遇、女性が半分ぐらいだよとかっていうのが、まあ、本当にあの5、6個文字が流れて、で応募してねっていう動画になるだけ。 こんなんでバズるんだ、みたいな話なんですけど、仕事を探してるなら50、50%が女性の管理職で、欲しいものは何でも変えて、みたいな、なんか、あの、収入も男女格差ありませんよ、みたいなのが、もう15秒で、ね、サクッと紹介されてるだけなんですよね。これが動画に1万5000いいねをついて、多分再生回数20万とか超えてもこの動画だと思うんですけど、他の動画も、 別にそんな踊ってないんですよ。まあ、別にあの踊らなくちゃいけないってことじゃないですけど、その、なんか面白バズ動画とかじゃあんまないんですよね。本当に普通にアップでテキストでなんか説明されてるみたいな動画、まあ大量に作っていて、そのうちのいくつかがバズってるみたいなんですけど、記事によると、このチリパイパーっていうスタートアップの会社でまあ250人ぐらいの ー2 b サースのスタートアップなんですけど、動画のコメント欄に注意を払って、ちゃんと動画に、コメントに返事をしたり、リンクを送ったりっていうので、エンゲージメントを高めた結果、一部の動画を再生回数が20万回突破して、キャンペーン全体のインプレッションは130万回以上記録して、1週間で500件近くの応募が獲得できて、合計で7500件の応募。もうね、ちょっとよくわかんないです まあよくわかんないですっていうのもあれですけど <laughs>、まあ、TikTok、まあ、15秒の動画、コマーシャルと思えば、当然その動画が露出すれば、認知も上がるし、興味も持ってもらえるし、まあ、こうやってその会社入りたいなと思うこともあるよねっていう話ではあると思うんですけど、やっぱ素人的には、このチリパイパーが YouTube にサービス紹介動画みたいなのを上げてるんですけど、これはなんかね、すっげえめっちゃおしゃれで。 こういう動画の方がなんかこの会社しっかりしてるから応募しようって思うのかなってつい僕なんか思っちゃうんですけど違うんですよね。本当に従業員がその表情で楽しそうにやっている動画の方が採用に効くっていう。まあ私もノートでその会社の裏側見せましょうみたいなの,、まあ、あの言ってはいるんですけどなんかちょっと本当ね こういう動画でも,僕も採用応募が増えるんだなっていうのをちょっと目の当たりにすると結構やっぱちょっとその動画コミュニケーションっていうものへのやっぱり考え方をなんか根本的に考え出さ,さなくちゃいけないんじゃないかなっていうなんかねその動画ってついついなんか完璧なやつを作り込まなくちゃいけないっていう風に思っちゃうんですけど多分違いますよねあの最近あの アニューイズル選手が YouTube を始めて自分で編集してるのが話題になってますけで、その、コミュニケーションだから、なんかその、作り込みすぎるよりは案外そのままの方がいいんじゃないかって。だから結構よく、遠征に考えたらブログもそうだったな、みたいな、その、記者の方向けの記事みたいな感じで作り込むよりもちょっとその、メールの延長みたいでに書いた方がブログも読まれたりしたんで、 ちょっとね、やっぱり TikTok とか動画を使ったコミュニケーション結構根本的に考え直さなくちゃいけないんじゃないかなっていう気がしたのでご紹介でした。はい、よければ、えっと、コメントとかツイッートでフィートアップいただければ幸いです。今日もありがとうございます。